このチャンネルなんですが、元清掃機器メーカー社員の私がですね、使える機械だったり清掃方法をご提案させていただくチャンネルとなっております。見てください皆さん、これ買っちゃいました。定価15万、8万円で譲ってもらいました。はい、これが私知る限り最強のスチームクリーナーです。はい、で何なのかっていうと、これケルヒャーで出してる業務用の今出てるやつで一番新しいスチームクリーナーになります。 SG4/4 っていう製品になるんですけれども、とにかくやばいっす。マジでやばい清掃効果を持ってて、水の量もスチームの量もめちゃくちゃ強いし、あと、業務用で使う前、業務用って何っていう話なんですが、いつも僕紹介してるのって家庭用製品なんですよ。家庭用ってまあ一般的にどのメーカーさん出してるのも、お家で使うこと前提にやってるので、まあ軽かったりとか、安かったりするんですけれども、これはもう仕事用で作られてるので、やっぱスチームクリーナーの人結構多いんですよね。で、機能もめちゃくちゃすごくて、まあ、後々ちょっと、計器類に関してはしっかり説明させていただくんですけれども、これめちゃくちゃ面白いんで、ぜひ最後までお楽しみください。はい、じゃあですね、まず早速、スチームクリーナーのスタンバイなので、2つですね、水が入る場所があるんですよね、この製品。まあ、SC4 って概要欄にも載せておきますけど、にちょっと近い感じです。で、こっちがメインタンク。で、こっちがサブタンクになります。だからタンクが2つあるんですよね。熱くなるのがメインタンクで、こっちは加熱されないんですよね。なので、基本的にここに水を入れておくと、メインタンクの水が少なくなっていくと勝手にこう供給されていくっていうような仕組み。まあ SC4 と一緒ですね、そこも。なので、まあ基本的にここにお水を入れますが、まあゴミ入るとまずいので、こういう錠がついてます。こんな感じになってます。じゃあここにお水を入れていきます。こんな感じでジャーッと入れていきます。まあ、もう一杯ぐらい入れますかね。で、ここに入れとけばですね、勝手に足されていくので、そんなにお水の心配はしなくていいです。で、なくなった時もですね、センサーで知らせてくれるのでっていうことです。で、続けてなんですけれども、コンセントなんですが、まあこれスチームクリーナー全体的に言えることなんですが、結構ね、出力がマックスです。ブレーカー落ちます。電子レンジと同じぐらいと思わせてください。電子レンジって基本的に、他に機械使いながらやってるとブレーカー落ちるじゃないですか。例えば洗濯機とか。と一緒なんで気をつけてください。なので必ずですね、タコ足配線と延長コードは使わないようにしてください。あとは、まあ、ここにコンセントはあると思うんですが、穴2つありますよね。2個同時に使ったりとかもしない方がいいです。場合によってはですね、火事の原因になったりするので、っていうことです。はい、それでは、計器類の説明の前に、まずサブタンクなんですが、これ 2.5 リッター入ります。で、メインタンクが2リッター入ります。もうこの時点で、すごい容量が多いんですよね。家庭用って1リッターぐらいなんですよね。なので4倍ぐらい、お水が入って温めることができるっていうのが、もう業務用のすごいところですね。で、計器類もすごいたくさんあります。はい、これ順番に説明していきますね。まず、ここ。これ電源の入り切りになります。はい。で、これ安全装置ですね。スチームが出る出ない。要は温まってても、ここを切っとけばスチームが出なくなるっていうものになりますね。で、続けてランプ類を説明していきますね。いっぱいある。はい、これ、何?スケールの警告ランプ。じゃあ何それっていう話なんですが、ここのメインタンクに入っているお水って、まあ温めると、カルキっていう水の中に含まれている鉄分が凝固して中でくっついていくっていう症状。電気ケトルとかでよくついている中に白いやつがそれなんですけど、まあ、スチームグリーンはめっちゃ溜まるんですよね。スチーム、カルキが。で、それを除去するっていう作業があるんですが、それの警告灯です。なので50時間に1回掃除してくださいねってことなんですよね。で、メンテナンスに関してはまた別の動画で撮らせていただこうと思います。はい、こちらが、サブタンクの警告灯になりまして、サブタンクが、ですね、なくなってくると、先ほどの、こちらのランプが、ピー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 出します。で、これが、先ほどご説明したヒートランプなので、温めてるときはついてます。温め終わると消える。はい。で、こっちのメインのボイラータンク、温まってる方のタンクのお水が少なくなってくると光るっていうランプになります。まだまだあるんですよ。はい。次、こっちですね。これ何なのかって、スチームの量を調整できるんですね。こんな機能も、基本的には家庭用にはない機能ですよね。で、真ん中のメーター。これも温度計になりますね。で、
ここの黄色いゾーンに達すると、まあ、車でいうレッドゾーンみたいな感じですよね。要はここになるとスチームが出るようになりますと。で、大体、7分から10分ぐらいだったかな、ぐらいお時間はかかります。で、あとこれもすごいんですよね。水の量、調整ができるんですよね。で、もうスチームクリーナーの、やっぱりその威力ってこの水の量が決め手だと僕は思ってるんですよね。で、やっぱりマックスにしてしまうと、天井とかやるときにお湯が垂れてきてしまって、ちょっと火傷の原因になるので、天井とか上のところやるときはちょっと絞り気味で、スチームを多めにしたりとか、細やかに清掃が、細やかに調整ができるのがやっぱり業務用のすごいところなんですよね。やっぱ仕事で使うことを前提で作られてる機械なので、この辺は家庭用と全然違います。はい、以上が景気類の説明でございます。スチームを出していきますね。まあ最初水出たりプスプスするので、まあ握って離しても何回か繰り返してると反応してくると思います。スチーム今マックスにして出してみるので、どんな感じかっていうのを見ていただければと思います。で、今水を一番少なくしました。じゃあいきますね。こんな感じです。ざっと体感した感じ、家庭用の SC4 って一番強いのがあるんですけれども、それより少し強いぐらいかなっていう感じはします。なので、家庭用って水少ないってことなんですよね。じゃあ逆に水マックスにするとどうなるかっていうと、まあこれがやっぱ業務用との最大の違いだと思いますよね。で、今これ水をマックスにしました。じゃあ見てみましょう。全然違うんですよね。なので、これ洗浄能力も全然違いますし、今当てたところちょっと見ていただきたいんですけれども、濡れてるの分かりますかね？この水の量がね、やっぱりね、洗浄の決め手なんですよね。スチームと圧力だけじゃ、やっぱ落としきれない汚れって結構あるんですけど、これだと落とせるっていうのが結構あると思います。で、今日ですね、ちょっとここもうギッタギタになっているので、ちょっとですね、近くで見ていただければ分かるんですけど、この辺とか。油汚れあるの分かりますかね？これ触ったらね、手がベタベタになるんですよね。ここをちょっとまずやった後、まあ、換気扇の上のところとかもビットビットなので、ちょっとこの辺掃除していこうと思います。じゃあちょっと機械邪魔なので一回下ろします。でですね、これノズルが、まあ、基本的に3つ大きく分けてなんですけれどもあって、まあ、場所によってチョイスを変えてきます。で、まあ、壁だったらこれか、まあ、こっちかなっていう感じはしますよね。まあ、こっちの方が効率的かな。今日はちょっとこっち使っていきますね。という感じ。ちょっと危ねえな。やけどしそう。こっちにします。はい。あ、いいね。で、ちょっとね、水多すぎると垂れてくる可能性があるんですよ。なので、少し半分ぐらいにして、これでちょっと磨いていこうと思います。じゃあ、いきます。で、コンセントの近くを気をつけてください。あまり濡らさないように。で、一回拭いてきます。いや、水の量がね、やっぱ全然違うんでね。こんなに濡れないんですよ。で、濡れないとダメなんですよね、基本的に。よっ。ツルツル。ツルツルになってますね。やっぱ、すげえ落ちますよね。うん。じゃあ次こっち側もやっていきまーす。わかります？この水の量。このネジの部分とかもしっかり洗っていきます。もう今ここの汚れも一瞬で落ちましたよ。優秀。洗剤使ってないですからね。あ、で、ちょっと下見ていただきたいんですけど、今キーキー言ってるの分かりますかね。これ水足んなくなってきた証拠になるので、こっちに足していけばもういくらでも使えるので足していきます。はい、じゃあ水足したんで追加でやっていきます。
腕熱っ。いや、めっちゃ楽。あの、これ結構大変ですからね、洗剤使ってってやるのと。でもめっ、わかりますこの音。めちゃくちゃ気持ちいいんですけど、ツルッツルでしょ、もう光沢すら出てきてますよね。これ洗剤と合わせたらもっとやばいっすよ。で、汚れもやっぱしっかり落ちてますし、このタオル見ればわかるんですけど。じゃあ次こっちですね。で、今連続で使っててスチームがですね、全然弱くなってかないんですよね。やっぱ出力が強いんですよね。これもやっぱ家庭用との違いですよね。すごい。やっぱね、なんかあれですよね、家庭用ばっかり使ってるとね、感動が半端じゃないですよね。よいしょ、いいんじゃない、一撃。じゃあ次ちょっとここの天板もね、近くで見たら分かるんですけど、上の方とか分かりますかね。こんな感じで結構、まあ、目に見えないですけど、触った瞬間ギッドギドになりますよね。ちょっと順番に行きまーす。あ、で、ちょっと物によってはなんですけれども、色が剥げちゃったりする可能性があるようなものもあるので、もしご不安だったら、目立たない場所でまずやった方がいいかもしれないです。もう一瞬。ぬるぬるなのに。ビッて、すげえ水量。いや、いいね。見えないかもしれない。これね、もし使うんだったら火傷気をつけてくださいね。ちょっとね、やっぱ次元が違うんですよね。うわ、いいね、気持ちいいね。いらないね。ここまで来るとこれぐらいの汚れってのも洗剤はなしでいけますよね。あとこの裏側いきましょうか。で、裏側とかやるときって垂れてくるので水の量ちょっと抑えた方がいいかもしれないですね。で、水の量がですね、こっちか、こっちなので、これをマックスまでひねってスチームを、わかります、あんまりびちゃびちゃじゃないですよね。なので、ほら、これも家庭用のスチームクリーナーです。これで当てて、どんどんこう反応させて、まあこれでも水の量多いですけどね。大丈夫かな、これもう汚れますよね。じゃあちょっとしっかり拭いていきます。あ、なんかやっぱちょっと油感ありますよね、こう拭いてて思いますけど。全然垂れてこない。こんな感じでささっとお掃除ができちゃいますよっていうのが、はい、よし、どう、ブラシでこすりながら当てていくと綺麗に汚れが落ちますよね。よいしょ、汚ねーこんな感じです。でですね、はい、お掃除後ですね、まあ、近くで見るとこんな感じ。まあ、さっきなんかこの辺にビーってあったやつは全部ないです。光沢わかりますかね、ピッカピカになってるの。はい、こんな感じです。はい、とかもそうですね。裏面
だろう裏面、はい、裏面はこんな感じですね。はいはい、いかがでしたでしょうか。今日は業務用のスチームクリーナー SC4/4 をご紹介させていただきました。冒頭にもお伝えした通りめっちゃ高いです。SC4 多分3台ぐらい買えるんじゃないですかね、1台買おうとするとっていうぐらいのものなんですが、やっぱりそれだけの価値はあると思います。使ってみた感じ、特にですね、お湯をたくさん出せるっていうのがですね、やっぱり今までできなかった作業っていうのをまあいろいろできるようになると思います。ここを洗ってほしいとかって、まあ、ちょっとですねこの間ご意見あったんですけれども、もし見ていた方でですねここを洗ってほしいみたいなのがあったら、まあ、どんどんやらせていただこうと思いますので、ぜひコメント欄などに投稿いただければと思います。はい、ではですねこの動画ためになったなって方はいいね、チャンネル登録をお願いいたします。じゃあまた。